どうもコルシュンです。ということで、今回は頭皮頭が臭くなる行為7つということで、お伝えしていきます。あなた大丈夫ですか？今ねちょっと匂いちょっと嗅いでみてほしいんですけど、まず自分で気づいてます？自分の頭の匂い、これ気づいてない人がめっちゃ多いと思うんですけど、まず簡単にチェックしましょうということで、この指でこう頭皮をね今こうグリグリこうもみもみ直接こう触ってください。グリグリグリってで匂いを嗅ぐ、これ一発で分かるんですよ。これすごいですよ。意外とこう頭皮ガーって指で触って嗅ぐことってないと思うんですけど、一回今やってみてください。で、いや俺そんなやらねえよバカ野郎っていう人は、ぜひもうこの動画をね、閉じて、はい、さよならしますね。で今やってくれましたよっていう方だけ、この続き見ていただきたいんですけど、あともう一つは寝起きじゃない朝早く起きて枕が臭いか臭くないか、まあ、これですね。まあ、これ単純この2つであなたのに頭の匂いが臭いか臭くないかが分かります。今臭かった人は、これから、まあ、臭くない人 もう臭かった人限定動画とかそんなわけじゃないですけど、今臭かった人はこれから原因と、あなたの生活習慣でこれを見直した方がいいですよっていうことと、改善、この3つを、やっていきます。でまず頭が臭くなる原因についてお伝えすると、頭皮っていうのは皮脂の分泌量が他の体と比べて2倍もあるんですよ。なんで体の中で一番皮脂が分泌が多いんですよね、油の分泌量が。っていうのと、あと汗腺、汗が出るっていうのもこの手汗とかいう手と足の次に多いところが頭皮なんですよ。なので頭皮っていうのは汗も水も出るわ、皮脂油も出るわ、で最後にねこの湿気が溜まりやすい、高温多湿の環境が作られやすいっていう、もう3つ揃っちゃってるんで、高温多湿な環境っていうのはもう雑菌の大好物なんで、まずこの臭くなりやすい環境にあるよということを把握した上で、原因としては落としきらない油皮脂、毎日のシャンプーで落としきらない油皮脂っていうのが時間が経ってね酸化していく。そして時間が経つと過酸化脂質となって、この過酸化脂質ってやつが匂いの原因、ベタつきの原因になってるということなんですよね。はい、ということで、早速頭皮頭が臭くなる習慣6つ、まずこの6個をパッと言うと、1つ目、すぐにシャンプーをつけているという人、2つ目で夜シャンプーせずに朝シャンプーするという人、3つ目、髪をすぐに乾かさない人、4つ目、枕カバーを変えない人、5つ目、シャンプー後のすすぎを適当にする人で、最後に何度もシャンプーをするということで、まず1つ目から説明していきます。1つ目のすぐにシャンプーをつける、すぐにシャンプー剤をつけるっていうのがなぜダメかっていうと、頭皮の汚れや匂いが落としにくくなるんですよね。シャンプーをする前にシャワーで予備洗い、シャワーの段階でしっかりと頭皮の汚れを落とす、その後にシャンプーをつける。なんでかっていうと、簡単に言うと皿洗いでも、この油まみれの皿に直接ジョイ吹っかけて、ジョイっていうか洗剤吹っかけても泡立たないんですよ。ちゃんと油がついてない水とスポンジで泡をしっかり立ててから皿につけるから取れるわけであって、油も一回やってみてほしいんですよ。油につけたスポンジに洗剤かけても全然泡立たないんで、なんでしっかりと水で洗う、初めの水で洗うっていうことが大事ですね。でまあやり方としては、爪を立てないでこの指の腹で柔らかく腹で撫でるように
爪を立てて洗ってしまうと頭皮に傷ついてしまう。で、まあ、そこでまた菌が発生して匂いの原因とかになってしまうんで、爪は絶対に立てないっていうことですね。で、2つ目が夜シャンプーせずに朝シャンプーするということで、夜にシャンプーしないとなんでダメかっていうと、毛穴に皮脂や汚れが溜まった状態で時間がガーって経ってしまうと、まあ、時間経過とともに皮脂とか汚れが詰まって菌まで詰まって、もうそのね、時間が経ったらダメです。わかりやすく言うと、皿洗いとかでも、うん、油汚れ、時間が経ってしまうとなんかカペカペの油汚れになって洗いにくくなるんですよ。食べた後とかも、食べた後すぐ洗ったらすぐ洗い流せるのに、皿とか 5,6 時間バーっと、でもこの人いません？夜ご飯バーっ食べて、で食器重ねて、あのキッチンの台所の流しのとこバーン置いてね、重ねて箸とコップと皿とドーン置いて、でなんかボーっとな鼻くそもじりながらテレビ見て、でバーって寝て、で朝起きて洗わす、残ってるって言うと、でそれはめちゃくちゃ汚れもうつき固まって洗い落としにくくなる。これなんでこんな落ちんのやということありますよね。でそれと同じなんですよ。それと頭皮も同じで、時間が経つと経つにつれてもう定着しすぎて洗い落としにくくなるっていうのがあるんで、必ず寝る前にその日の汚れはその日にちゃんと落とす、その時食べたご飯はその時、しっかり洗う、皿もねっていうのを、習慣づけてほしいですね。はい。で3つ目、髪をすぐに乾かさない人っていうことですね。これは風呂上がり髪の毛でいろんなことしちゃう人いますよね。とりあえず洗って髪タオルドライだけして湿った状態で、あこれしようあれしようっていう人いますけど、これはね、あの簡単な例で言うと、洗濯物が衣類のね、洗濯物の生乾き臭のままずっと生活してるみたいな感じなんですよ。こう半乾き状態で放置すると一番菌が増えやすい。こう、まあ、シャワーお風呂上がった高温多湿ですし、繁殖しやすい。もうこのままの状態で30分とか1時間とか経ったらもう匂いの原因すごいんで、すぐに乾かすってことですね。はい。頭皮から乾かすのが一番いいです。で普通に考えたら、洗濯物もそうですよね。洗濯物終わってあのカゴに出して、カゴのままバーン置いとかないですよね。カゴ出したらまず干しますよね。それと同じで、頭も洗濯終わりました、風呂終わりましたってやったらすぐ乾かさないと。洗濯も一日中放置してる人いますかね。それこそ臭くなるんで絶対ダメです。で次、4つ目が枕カバーを変えないということですね。これね、ちょっと確認してほしいんですけど、あなたの枕大丈夫ですかということですね。これ最後に洗ったのいつですかっていうことなんですけど、来週でいいやつ、久しぶりに洗おうと思って、いや来週にしようと思って、来週になったらいややっぱ来週にしようと思って、そのルーティンで永遠に洗わないというまあそれ、まあ私もですけどね、私も最後に洗ったのはいつかわからないめちゃくちゃ前だと思って。でこれは、これ人は寝てる間にコップ一杯分の汗をかくらしいんですよ。これ本当かどうかも、信じてるか信じてないかって言ったら信じてないんですけど、私もでも、こう人は寝てる間にそんだけ汗をかくらしいんですよね。でこれ考えたら普通にやばくないですか。汗染み込んでる枕、これ1日放置するだけでもめちゃくちゃ菌が繁殖してるんですよ。でこれを毎日毎日貯めると、もうすごい、もう想像しただけですごいですよね。なんで
枕とは言わなくても枕カバーを変えるっていうのは大事だし、あと一つなるほどなじゃない、一つこれいいなと思った例は、枕にの上にタオルを1枚だけ引いてから寝る。でそのタオルを変えるとなると、そんな別にタオル1枚の洗濯であったらあんま変わらんし、でたまに枕洗うよっていう、ね、そういうのでも全然いいと思います。ということで、5つ目がシャンプーの後すすぎを適当にする。まず水で濡らして、で、シャンプーして、で最後のすすぎをね、結構泡流れたからもういいやって言ってパッと終わる人いるんですけど、それもうめちゃくちゃ要注意ですね。なんでかっていうと、あのすすぎ残しシャンプーがあると洗浄剤がずっと残ってるんで、もう逆に必要な皮脂とか油分も全部取ってしまうんですよ。そうしてしまうと頭皮の乾燥につながるっていうのもありますし、っていうのがあります。はい、で最後6個目、最後が何度もシャンプーするってことですね。何回もシャンプーする人いません？朝夜シャンプーして、でなんかワックスついてるなって夜2回シャンプーしても2回シャンプーがスッキリすんねみたいな人、そして朝スッキリしたいから朝もシャンプーするね、どんだけシャンプーしたんだよシャンプーしすぎるという、これはなんでダメかっていうと、目の頭頭皮もあの自分から皮脂油を分泌してて、あの常在菌、バランスよく常在菌を自分で、調整してるのに、この何度も何度も洗い流してしまうと頭皮からの皮脂分泌がバランスが崩れるんですよ。あれいつもこのペースでやってたのに急にめっちゃ皮脂取るやんとってなって、皮脂分泌が大量になって、で油ね、でその頭皮が、あもう何喋っちゃう忘れた、シャンプーをいっぱいやるのはやめましょうっていうことですね。で、あのこの6つをね、やっていきたい、まあ最後まとめになりますけど、この6個を、まあすぐシャンプーをつけるのをやめる、夜シャンプーせずに朝、夜シャンプーしないのをやめる、髪をすぐに乾かすということで、枕カバーを変えるということで、シャンプー後のすすぎをちゃんとするということで、何回もシャンプーするのをやめるということで、最後にね、大事なことを6個ね、しっかり、押さえてほしいですね。ありがとうございました。では。